はい。皆さん、こんにちは。今日は、続々と、素の a i がバージョン3.5という素晴らしいアップデートがされたことによって、僕の関連のチャット g p t 用の g p t 図この自動化プログラム、これもどんどんアップデートをしていっています。昨日は、長尺4分ができるようになったことでもう少し歌詞を伸ばしたいな、 といういうなことを思った時に、初めに作った例えば1番の歌詞その歌詞にぴったりマッチした続きの歌詞を作るための「続きの歌詞専用ビルダー」というそういう GPT 図を3.5対応にしましまた。3.5の仕様が変わったことにより今までは URL を指定してそして自動的に読み込んでいたんですけれども その機能に不具合が出てきたので、先頭の既存の歌詞、それを貼り付ける方法や、スクリーンショットで歌詞の画像を貼り付ける2つの方法に対応した続きの歌詞専用ビルダーを皆さんに公開したわけです。今日は僕のソフトの中でナンバーワンの SnowAI 専用歌詞ビルダー、このソフトを早速 アップデートしましままたたので、ごご報告とご案内をさせていただきます。何のためにバージョン3.5用にしないといけなくなったかと言いましたらあるユーザーの方が指摘をしてくれまして今まで英語のフレーズを混ぜて作詞をしたいそんなふうに思った時は英語のフレーズを OK このように指示すると適当な感じで 英語のフレーズをうまく埋めてくれたんですね。それなのにそれが出ないっていうご相談があったわけです。実際検証しますとその方の言う通りにですね、なんとなく英語のフレーズが指摘の通り出なかったんですね。これはちょっと良くないなと思いました。そこで僕が考えたのは何パーセントぐらい英語の歌詞が欲しいか、それを パーーセンテージで指定するように、今回はアップデートをしたわけです。その他にも歌詞の提案が終わった後にスタムネイルなんかも歌詞に合わせて作れる機能があるわけですけれどもその時にどんな画像のタッチを使いますかということで1番2番3番そのような番号を入れる時にこれもですね 3番のアニメ漫画風というのを選んでいるのにもかかわらずそのようにならなかったりというふうに多分チャット GPT の GPT-4 オムにこのような GPT のアップデートが何かしか仕様が変更になって出にくくなったのではないかなと推測されますですからその部分など細かいところでは色々あるんですけれども 一応アップデートをしました。少し前置きが長くなりましたが、早速やっていきましょう。これが Snow AI 専用カシビルダーです。初めて見られる方もいてると思いますけれども、今は GPTs が誰でも使えるようになってきているので、皆さんぜひ一度この何万人もの人が使ってくれているカシビルダーを 使ってみてみくださいもちろんスノー a i 専用とはなっているものの歌詞を作るという意味では他の歌詞にも使っていただけますのでそれらもいろいろやってみてください通常は下にスターターがありますけれども「スノー a i 歌詞を日本語で手伝って」というのが今一番左に見えていますこれを押すと日本語の歌詞が作れます はい。もうここでは V3.5 対応ですということを明記しています。そしてこのようにメニューが出てきまして、12個のナンバーが振られています。ですから、このナンバーで指定してもいいですし、まあ、アバウトでタイトルは何々とかいうふうにしていただいてもいいわけです。1番曲名からですので、 夏の新気楼というふうに今打ってみました。J-POP にしたいというときに今は1スペース夏の新気楼と打ちましたが、イコールなんかもつけていただいてもいい。そんなふうに思います。2イコール J-POP。このように指定していってくれればいいわけです。そして今回変わったところ。 8番の英語歌詞フレーズの出現率というのが今までのバージョンと変わっています。そしてディレイコーラスを入れる出現率も0から100これになっています。ディレイコーラスというのは歌詞の後ろにカッコをつけてそこに言葉が入っているとその AI はなるべくこだまするように歌おうとするある程度の規則性があります。 100%ではありませんが、そういう風な約束事がありますので、それが DA コーラスと呼んでいるところです。あと、これは今までと変わってはいないんですが、印象付けのための繰り返しとン踏みレベル。ンを踏むというのは歌詞の手法としては、同じ言葉を繰り返すというのではなくて、一番の歌詞に、君の思いが熱かったというような 歌詞があるとします。そしたら2番や3番には海岸の景色が熱かったと今ちょっと僕は当て付けのような形で歌詞をアドリブで考えましたがそのようにですねンを踏むというのは一つの規則性を持ったフレーズを作ることを言いますそれによって歌のまとまりがいいような形になることをンを踏むというふうに言うわけです それは今までと同じように1番から10番とちょっと指定のレンジは100%ではないんですけれどもここにもそういうようなパラメーターがありますそうしまして今日の一番の目玉のですね英語フレーズの出現率というのをやってみましょう例えば40%ということで8イコール40こんな風に入れますそして 他はお任せ。こんな風に言ってみましししょう。そして送信まます。た、ま、このようにわからないことが GPT からすれば答えてほしいと思う時は先ほどのメニューより減らした形でもう一度聞いてくれたりしますが もう一度お任せします。このように言ってみます。そうすると GPT 図は全部私が考えますというようになります。はい。この状態でしたら、ブリッジのところに英語が使われた以外は、英語のフレーズというのはこのようにしてみましてもないですよね。じゃあここで。 行ってみましょう。英語フレーズを80%で最低案、こんなふうに言います。そして忘れてたことがありましたら。 女性ボーカルもお願いこんな風に言っていただくとそのように変更をしてくれますじゃあ送りますはい見ていきましょうバース1にもちゃんと英語のフレーズが入っています コーラスの1にも入っています。バース2のところにも入っています。ブリッジにも入っています。そしてコーラス2にも入っています。このように出現率が大幅に変わったわけです。こういうふうにパーセンテージで指定ができますので、ぜひ皆さんの方でもやってみてください。そしてこれは以前からも同じですけれども、ひらがな表記。これで出してくれます。 でも、英語表記はちゃんと英語で残っています。その後、このソフトの重要なところは、Snow AI ではとてもウェイトを占めますスタイルオブミュージックです。これは120文字まで入れれることになっていまして、ここで J-POP、BPM は120。バンドスタイルでピアノやアコースティックギターを使って、女性ボーカル、さっき言いましたね。そして、サマーとか。 ミラージュということを入れてくれています。ミラージュは日本語では新気楼こういうことですね。そして、まあ、初めて見ていただく方にもお話ししておきますけれども、ここでですね、オプションメタタグというのは何かというと、その AI が公式でこういう言葉を入れれば、そのように振る舞うことが多いですよ。100%ではありません。ですから、 エレキギターの時は E. ギターこんな風に指示してくださいねとか手拍子を入れたい時にはクリッピングとかいう風に入れていただくと手拍子が出やすいというようなことがあってこれもっといっぱいあるんですけれどもここにたくさん出すぎるとですね、えー、分かりにくいのでまあ一例としてここには出してる。 そんなおまけ程度に考えてください。それが終わったら、この歌詞ビルダーというソフトは、歌詞に合った動画作り用のスライドと言ったらいいんでしょうか。画像を作ってくれる機能もあります。例えば3番、日本のアニメ漫画風。これを選ぶとですね、アニメスタイルの画像を作ってくれます。ですから3番として送信しましょう。 そうすると、バース、コーラス、バース2、ブリッジ、こんな形でですね、作ります。ということで、え、4枚しか作ってくれないのもっと作ってほしいんだという方はですね、もちろんこの4枚を出した後で、こんなのも作ってほしいな。そういうことを伝えれば、もちろんずっと作ってくれます。はい、今自動にこのように1枚目も作りました。 そして2枚目も僕は何もキー入力などはしていませんけれども、自動で描画してくれています。はい、3枚目。今4枚目描画中です。これで終わりましたが、ちょっと2枚目が白紙になってしまっています。 これはネットとのトラブルの関係ですので、こういう時はブラウザを更新してください。そうすると、これが4枚目、3枚目、2枚目、1枚目。こんな風に4つのシーンが書かれました。1枚目は夏の新気郎に揺れる街並みと光のカーテンのシーン。次はきらめく太陽が心を照らすシーン。 そうしまして3番目が遠い記憶が呼び覚まされるいい感じですね4番目ブリッジのところはエンドレスサマーデイズと君と過ごした思い出が輝くシーンとってもいい感じに提案してくれていますはいこのようにスの AI 専用貸しビルダーがバージョン3.5に対応して新しくなりました皆さん全部無料で使えますので ぜひ、たくさんの方が使ってくれている貸しビルダーを皆さんもチャレンジしてみてください。もし URL を忘れたとかいうときは GPT を探すというところからここでスーのと打ってください。すると必ず1番か2番目のところに出てきます。この黄色いアイコンを覚えておいてください。ここをクリックするとこのように 出てくるようになります。ぜひこれからもその AI がもうじきはバージョン4が出るとアナウンスされていますのでどんなに素晴らしい機能がつくのか楽しみですが皆さん AI 作曲いろいろチャレンジしてみてください。今後ともよろしくお願いします。また僕の方でやっています AI Music Creators Japan というグループで スノー AI の研究などもやっていますので概要欄からリンクを覗いてみたりしてまた関心のある方はご連絡ください。それでは今日も長い時間聞いていただきましてありがとうございました。またねー。